白いシーンでしたね。プレッシャーに行く、ブロックしてシュート、突き刺しました。ドグラス柏逆転。ここにつくのが来たのか、コンタクト、ファウルの判定です。2枚目のイエローカード、畑中退場です。プロにいます。クロスが入って、ドグラス、おっとマテウス・サビオからスルーパス、ドグラス、ドグラス、松本ロングフィード、ドグラスのこれも胸で処理。いやこれキープできたら大きいですね。サビオから川口クロス、ファー流れて、ドグラス、フリーだ、小山津、ブロック、そして押し込んだ、最後前ファーとしては新しい外国籍の選手は何か取りましたけど、まあ本当にこうピッチを広く使って、まあ人数少ないフマリノスを広げさせる、うまく受けた、さあチャンスだ、ボックスライン、シュート、流し込んでいきました、小山津、パットイン、戻して小山津、小山津、ユーザーカバーのポイント取れますからね、はい、あれがもう高い位置に行った方が、小山津越えて細谷、小山津を使った、小山津取れたか、決めたか、マテウス・サビオ繋いで、チアゴ、小山津が来た、小山津、マテウス・サビオ、小山津トラップで前に抜けた、小山津左足、ナイスキック、山村、おっと奪った小山津、さあビッグチャンス、中には細谷とマネスサビオ、自分で行った小山津だ、山田がボールを奪われます。さあ小山津、スピードがあるプレイヤー、一気に前を向く、井上ですが、大谷から真家、裏を狙った真家、抜け出した、残した、残した、小山津、ボールは空いている、真家ボールですが、奪った柏、小山津反転して強いプレイヤーです。19番の細谷とのパス交換いった、うん、さあ小山津、早速小山津、小山津来たー、小山津、マッチアップ中村、小山津が仕掛ける、えぐって、まだサビオが持って、小山津切り返してシュート、4点目、これを拾って小山津食べてカットイン、自分で行って左足正面、中でポジション取って、はい、上げた、そうですね、空いてきました、はい、小山津、細谷完全に相手、マテウス・サビオ、これ中村を倒れた、 PK 押しかけていく中村、さあここで大きくサイドを変えていく、持っていけましたよね、中村から自分で持っていて、どう誰かの本当にな、中村ここで入れ替わった、大きく右サイドへ振っていきます、大きくそのまま上がっていきます、さらに中村から右サイドへ、中村啓太どうする、縦に行って、サビオが足を素早く振っていきました、さあ中村啓太から浮き球でスペース、サビオが走って、さあスローインの流れから柏、中村啓太寄せられました、ワンステップで逆側に展開プレーを続けています、中村啓太、中村上げた、大外飛び込んできた、中村です、最終ラインに戻して中村が持ち上がります、あっと、まあ、切り替えの部分ですね、ここは現状柏の方が全体として速いかなというふうには見えます、中村啓太がなかなか掴みにくいと思うんですけど、中村から一気に北詰め、ここは両ワイドですね、はい、中村から左に、中村啓太です、右に大南、バスタもプレスに出た、
代表の細谷ですけど、 A 代表の谷口が選手が倒れているアンジェロッティでしょうか。起点の守備、今日は本当にゴールを決めてほしいということです。さあ高い位置で奪った、見事な抜け出し。ただここを常にゴール前に顔を出して、あ、さあここはチャンスになります。抜けた抜けた、シュートまで行きましたが菅野正面でした。次はした自分で奪い返す。そして黒木、黒木スルーパス、さあこれはチャンス、岩下折り返し、どっち、低いクロスを上げる、左足ボレーシュート。さあこれ今度は左に流れてアンジェロ、いや今福井ナイスコートでした、ね、よかったです。うまい選手、ナイス対応ですね。もう早い切り替え、早く、このボールが入ってシュートに行った。加藤、雨が降ってきたという情報が石野アナウンサーから入りました。アンカーの加藤拓人、ダイナミックな展開で2つ目、まあ、アンカーのポジションでプレーメーカーとして振る舞う感じになりますね。そうですね。加藤からのフィード、落ち合いオフサイド、そこに入ってますね、はい、これが加藤です。縦パス、カレンです。非常にいい働きを中盤としています。長いボールが前線に押す、加藤、加藤ミドルシュート、枠の右です。マッチアップ中央、加藤浮かせてファーサイドヘディング、大裏返した、森が行った、森のシュート、86分間、おー奪った、うん、奪った、2対1、森が行く、マスカキオブ、森のシュート、やるんです、やるんです、森海斗、レイソルは俺が支える。そこを森を目指す、森スピード前を取った、森、さあ細谷チャンス引きつけて、森パワーシュートだ、正面斜めに入って、森倒れて、あーこれは笛が鳴って PK だ、決まりました。最後はポストに当たりながら、マスカケですがルヴァンカップで大ブレイク、今森が抜けていく、森中にマスカケ、森はどうする、自らシュートを打っていた、決まった、森がこの試合でも途中出場から2ゴール、6対0。